池田先のらくらくエクササイズ。さあ、一緒に体を動かしていきましょう。今日は、この方にも挑戦してもらいます。はい、私、大谷も挑戦します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、夏は暑くて、運動をするのをサボりがちになりますよね。そうですよね。そんな方にぴったりのエクササイズを行っていきます。はい。今日のテーマは、冷房で冷えた体を動かそうです。 簡単なエクササイズですので、テレビの前の皆さんも一緒に行っていきましょう。まずはタオルを使ったひねり運動を行っていきます。タオルを肩幅に持って肘を曲げます。タオルを引っ張りながら体を右へひねりましょう。5秒です。1、2、3、4、5ゆっくりと戻して反対どうぞ。 ポイントは背中の肩甲骨を寄せるように意識をしましょう。はい、戻します。さて、余裕のある方は右にひねったら右のお膝を上げるとさらにお腹や背中に効いてきます。1、2、3、4、5それではやってみましょう。はい、足軽く広げますね。はい、はい、タオルを肩幅に持って肘を曲げます。 はい、そしたらそのタオルを引っ張ります引っ張りながら右側にひねりますそうです5秒数えますよせーの12345ゆっくりと戻して反対いきましょう肩甲骨をぎゅっと背中を寄せるようにしながらせーの12345はい戻します もう一度右へ行きますね。はい、今度は右足上げられますか。<ー>そうです。ーせーの。一 <laughs>、二、三、四、五。はい、戻して。最後です。左へどうぞ。ぎゅっとタオル引っ張りながらですよ。はい、せーの。一、二、三、四、五。 はいゆっくりと戻しましょういかがでしたでしょうか <laughs> タオルを引っ張ることで肩周りもよく効きますしお腹だけでなく背中もしっかり効いてる感じがあります次は椅子からの立ち上がり運動です足を肩幅に広げてお膝とつま先を軽く斜め前に向けましょう両手をクロスして肩を触りますそこからゆっくりと立ったりゆっくりと座ったりします 椅子を使うことで安全にスクワットの形ができます。ポイントは座るときにお尻を後ろに引くように行ってみましょう。この時ですね。さて余裕のある方は十秒間できるだけ早く立ったり座ったりを行っていきます。ではチャレンジです。いきますよ。せーの、一、二、三。 四。五六。七八。九十。それでは、やってみましょう。はい、はい。足を軽く広げます。肩幅ですね。はい、肩幅はい。お膝とつま先は軽く斜め前に向けるように。そうです。そしたら両手をクロスして、肩のあたり。うん、どこでもいいですよ。触りましょう。ゆっくり立ちますね。よいしょ。ゆっくり立ったり。 座ったりお尻を後ろに引くようにそうですあと三回いきましょうか立ったり座ったりそうですあと二回テレビの前の皆さんできてますかお尻後ろですよあともう一回一緒に行きましょうよいしょーと立って座ります さて、そのまま今のままでもいいんですが、余裕があればありそうですね。余裕 <laughs> <laughs> ドキドキ余裕のある方は10秒間できるだけ早くやっていきます。はい、チャレンジしましょう。テレビの前の皆さんも一緒に行きますよ。では行きましょう。せーの12。 3、もっと早くできるんじゃないですか5、6、お願いします、七。八私の方が早いかな、九。10、はい、結構です。いかがでしたかこれはもう短時間で冷えた体がポカポカになりますし、運動した後の爽快感も味わえて気持ちがいいですね。池田咲さんありがとうございました。ありがとうございました。 冷房で体が冷えますのでうん、うん、少しずつでも継続してみてくださいはいわかりましたありがとうございます以上ラクラクエクササイズでした